ハバーヌーン、チームデスマッチのグレネード。お、もう始まってるぞ。はい、こんにちは。チーム、ブラックスクワットね、チームデスマッチ続けてプレイしてます。M4 使ってます。まあ、結構ヘッドショットね、出さなきゃいけないよね、この銃。まあ、AK とかに立ち向かうには同じくね、ヘッドショットを出すしかないわけで。なんで今日はね、ヘッドショット、ものすごく意識してプレイしていこうと思います。まあ、同打ち禁止だね。はい。まあ、もともとあまり同打ちしないんだけど、こんな感じでね、もうヘッドショット、あ、いきなり同打ちになっちゃったよ。残念。まあ、まずはね、マップをやり込んでね、そのマップの敵が出てくるヘッドショットラインっていうのをね、しっかり覚えてください。まあ、そこにね、常に合わせてりゃ、あとはクリックすりゃね、ヘッドショットになるんでね。あとね、武器によってヘッドショットの出し方が結構変わるんでね、そこら辺は自分で覚えてください。例えば M4 だと、まあ、3点バーストぐらいがね、一番ヘッドショット出しやすいです。一応フロートでも出ます、ヘッドショットは。近ければね。だけど、まあ、遠くの敵やるんだったらもう3点バーストするぐらいしかないんで、まあ、そんな感じで。まあ、私が今3点バーストで、ヘッドショット出しに行くんで。それを見て参考にしていただければなと思います。はい、出していく。さあ、奥。出ない。で、なんか最近、連続でしゃがむと移動速度が遅くなるようなパッチが入ったみたいですけど、まあ、もともと私あんまりしゃがまないんでね。関係ないかな。さあ、もう一人。そう、だいたいね、3発、まあ、2発。M4 だと体力100の相手に2発当てればね、ヘッドショット出るんで、まあ、3点、4点バーストぐらいでこうやって打って、そのうちの2発を頭に当ててください。それ、そうすればね、ヘッドショット出るんでね、もう楽勝ですね。まあ、1発ヘッドショットの向きにはかなわないかもしんないけど、まあ、結構ね、誤差だからね、言うても。ちゃんと2発頭に当てればね、瞬殺できるんで、全然強いと思います。あと、まあ、反動がね、低いんで、何人も連続でヘッドショット出せるっていうのがね、強みでもあるんでね。ぜひ MDR とか M4 使ってる人はね、ガンガンヘッドショット出してください。まあ、あとね、やばいのがね、もうスナイパーなんだよね。結構なんかこの部屋、レベルが高いぞ。ガンガンヘッドショット出してるね、みんなで。楽しいっすね。さあ、奥。うわー。ああいうのきついんだよね。一撃でスナイパー、やられちゃうんだよね。かなり M4 とってはきついぞ。おっと、ソエイムしてしまう。今のヘッドショットにならない？あ、出た出た。これね。3発って2発当てるみたいな。これがセオリーですね、M4 の。もう M4 はね、3発打ったら2発は頭に当ててください。さあ、そんな感じで突っ込んでいく。さあ、一人ヘッド。すごい、二人ぐらいヘッドショットしたつもりだったけど、ちょっと打ち漏らしちゃったかな。さあ、試合も、半ばに差し掛かって、近距離ヘッドショット出していく。このね、ここね、ここ得意なんだよね。なんかここ負ける気しないんだけど、地下通路、地下じゃないか。なんつうの、コンテナでできた通路。マジ、あそこほんと負ける気しないんだよな。待ったやつ全員ヘッドショットだよ。こんな感じで。さあ、もう一人ぐらい出てこい。出てこない。じゃ、後ろから。はい、頭だけを狙っていく。はい、で、リロード挟んで、左向いたやつを。はい、一人ヘッドショット。はい、もう一人ヘッドショット。三人ヘッドショットできない。いや、今のね、二発目当たってたらいけたと思うんだけど、スナイパーライフルの維持技によって、負けてしまった。2発目が取らなかった。さあ、地下通っていく。はい、頭抜いていく。まあ、地下はね、負けないっすね、私。まあ、AK 持って頭抜いてくるやつにしか多分負けないと思う。あとね、さっきのスナイパーね。マジできついっす、スナイパー。さあ、奥。一発頭当てた。もう一発。ああ、同打ちだけど、まあ、一応倒したぞ、スナイパーライフル。一応勝ってんだね、これ。さあ、3人目。うわ、いっぱい出てきた。いや、きついな、この部屋。
なんでいきなりこんなレベル高い部屋が出てきてんだ。楽しいからいいんだけど。おっと、いいっすね。MDR で頭を抜いていく。これ1位取んの無理だな。まあ、ちょっと途中からっていうのもあるけど、今いたね。さあ、頭。わっと抜けない。この部屋で1位取るのは至難の技だぞ。さあ、頭抜きたい。なんかヘッドショットの一応音は鳴ったけど、うわ、ちょっとずれてたか。いや、いいっすね。まあ、そろそろな、なんかサブマシンガンのあの一番強いやつでも使おうかな。シグ MPX だっけ。あんまね、使ってないんだよね。このハンゲーム版の時にしか使ってないから。ちょっとスチーム版の MPX を使おうかと思いますよ。さあ、音が聞こえる。まあ、入ってくるでしょ。はい、サクッと。頭打っていく。もう一人、左向いて、さらに。おっと、いっぱい、敵が、目移りしちゃうな、こんなにいっぱいいると。なんか2、3人いるとね、迷っちゃうんだよね。はい、左。さあ、頭抜いて、おっと、私がとどめを刺して、ゲームエンド、勝利ですね。まあそんな感じですよ、M4 のヘッドショットの出し方は。まあ3発撃って2発当てる。これが基本ですね。こういう使い方すればヘッドショットガンガン出せるんでね、みんなもマップ覚えて、ヘッドショットライン覚えてやってください。